はい、どうもこんにちは。今日はまた違うところ、ワシントンプレイスってところを案内してもらってます。今日はじゃあ2軒目で、ここ着いて、結構ねだだっ広い土地なんだけど、こういうここら辺が全部ディベロッピングしてるっていう。これをちょっと見せてもらっていきます。ウェニーフロアエリア83ということは30坪ぐらいか、23坪ぐらい。ここ綺麗だね、でっかいね、モデルハウス。そして天気がいい12月。 Can we go in?中見せていただきましょう。モデルハウスで、いやすごいね、綺麗ですね。リビングが大きい。まあここテーブルを置いて、ソファーを置いて、で一回ここにも部屋が、おいおいおい、で一回トイレあって、ここでかいね、やっぱり十分。すごい、ファミリーエリア、2階へ行きます。ファミリー13段ぐらいの階段登っていきます。ここファミリーエリア、公共、ここがファミリーエリアで使えて、でトイレがそこにあると。で3部屋、いや、あ、子供部屋に使える。そんな広くないけど、シングルベッドを1個、2個置けるぐらい。で、ここがマスターベッドルームなのかな。そう、ベッドルームそんな大きくないけど、マスターベッドルームこっちだって。あ、マスターベッドルームここだ。こっちの方が大きいね、やっぱり。8畳ぐらいあるのかな。で、トイレとシャワー。ほい、ここ。ここ2ドア connected to the master bedroom。 あー、OK、 OK。The window is like that. Okay, 公共スペース。 Okay, then, ズバリいくら聞いてみましょう。 How much in here? This is 6.2 million. 6.2 million peso. あら、1300万円ぐらいです、ここで。 Reservation is 50,000. 50,000. 10万ペソ払えば予約できます。Then, how much abundant cash?But if I pay cash, 10% discount. If cash. Cash だと 10% 引かれる。Look, my credit is broken. If it's broken, we have to buy one. Oh, oh, you slip there. The net total contract price is 5,640,110.5.6 million です。Oh, because the price is, the price of Winnie is 6,237,900. Okay. If you call me the size, please. We call this a Japanese house. ここは日本人向けの内装に作ってあるって。コンセプトが違うみたいですね。はい、確かに、は
階段と階段のスタイルだね。スタイル、これジャパニーズエッジバージョンだそうです。いいね、この上のこれがね、ライトの写し方が日本っぽいの流行ってる。これだけリビング大きいといいよね。で、ここがマスターベッドルームになると思います。奥さんとぜひ一緒に住んでください。やっぱり建物の大きさが25坪ぐらいだからそんなに大きいわけじゃないんですけども、子供2人とかだったら十分住めますよね。まあ、夫婦だけだったりだとかしたら、あと一人で来る方は余裕です。これ一体 how much here? This Winona is 5,489,830 5.4 million. If you pay the cash, you have a 10% down payment. Your discount is 548,983. That is the total net contract price is 4,940,847. 4,940,000. 1,050万ぐらいになるのかな。まあ100万ぐらい減ります。ありがとうございます。よし、じゃあ Let's go to bed. Mommy, there's a clubhouse. Mommy, there's a clubhouse. We just go. できたかいや。階段がやっぱ急なんだよね。だからこれしょうがない。ちょっとスペースを貸して。この1階だけ見るとすげえ広いんだよな。十分だよこれ。俺この1階だけでいいよ。ここがここのエリアの中で一番大きい部屋と103平米の敷地、103平米だから34坪ぐらい。これ can we go inside? Yes, sir. じゃあちょっと見せていただきましょう。駐車場があるね。これやっぱちょっと大きい家部屋だね。はい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 、全然変わりました。そしてお客さんのためにエアコン入れてくれてるっていう。アルコホール玄関入ってソファーがあって We have an extra room here for maid bedroom here at the back。 ここは一番高い部屋だからメイドさんがいる予定の人たちとか、メイドさんの部屋にまたトイレとちゃんと完備しています。で裏でメイドさんがクッキングできるようにも、ここはあのキッチンがねちゃんと2つに分かれて使いやすそう。
ちょっと高いんだろうね。おー、エキサイティング。階段にゆとりがある。ここがマスターベッドルームだそうです。これダブルサイズのベッドで。全部ここはバスタブがついてますね。初めて見ました、バスタブ付き。で、ベランダに繋がっていると。はい、ベランダいいね。やっぱりベランダがあるって結構広いな。机置いて椅子4個置いても十分スペースある。裏もまあね、こんな感じでご近所さんもいっぱいいるからね、飽きないだろうな。はい、これが一番高い部屋です。はい、レッツゴー。だいたい家見してもらったんで、今度はクラブハウスに行って、スイミングプールだとか、みんなで使えるファシリティ見してもらいたいと思います。ここバスケットコートがあって、2面あります。で、テニスコート。で、その向こう奥にスイミングプールが見えないですけど、あるんですよ。で、子供が遊べるところがある。Okay. 今ロックダウンだからスイミングできないらしいんですけど、こういう施設が子供、大人も入れるのは25メータープールぐらいあるのかな、あれ。はい、こういうのもあります。オリンピックサイズスイミングコースで、うん、レイティング。You have to buy the house if you want to use. You must be also. Yeah, 今日のところはこんなところで。Yeah, thank you very much. Thank you. We take lunch together.